今回の土壌診断は前回よりももっと簡単にやってしまおうと思います。あらかじめ畑の方にふるいを持って行って必要な量だけ取って帰ってこようかなという算段ですね。前回はこのなんか目の細かいやつでやったんですけど、今回は一番粗いやつでもいいかなと思いまして、一番でっかい穴のねふるいだけ持って畑の方に行きます。でも今日は畑が多分乾いてるんで、畑の方でもうふるって帰ってきちゃおうかなと思います。乾燥してからふるおうとするとちょっと余計大変だったんで、もう一番でかいやつだけ持って行って現地でふるって、もう現地で採取して必要な量だけで、こっちでちょっと乾かして出すみたいな感じですね。そんな感じでやっていこうと思います。今回土壌診断をするのはこちらの畑とその、まあ、向かいにあるですねこちらの畑の2枚、これからネギを植えるような畑になっていきます。でネギ祭りの時にねここのネギ使うことになるんで、まあ、ここ失敗するわけいきませんから、しっかり土壌診断やっていきたいと思います。で前回の動画でもここは土壌診断実は1回やってまして、それから約2ヶ月ちょい経った時点ですね。でもう1回やってみようと。で前回からの変化で言うと尿素っていうのを後から加えているのと、あと天炉石灰っていう石灰分をプラスしてますので、その効果がどう出てるかっていうのをちょっと見たいと思います。ここを集中的に作付けしていくようになりますので、土壌診断の結果を、まあ、より解像度をちょっと高くするということで、ここの畑結構大きいのでですね、これを4つに分けてそれぞれからサンプルを取っていこうと思います。なんで今見えてるこの畑から4サンプル、この1、2、3、4に区切ってを取って、それを土壌診断にかけると。でこっちでも同じようなことをやります。なのでこの2枚の畑から8つのサンプルを取るということですね。それで場所によって、ムラがないかっていうのをチェックしていきたいと思います。8つのサンプル分の袋を作りました。で今回の名前はこれ AF1ASE って書いてあるんですけど、 AF っていうのはこれネギの学名です。アリウム、フィストロータスみたいな、なんかそんな名前です。なのでその頭文字で AF の第一補助の SE っていうのがサウスイーストですね。このようにつけておくと間違いないかと思いますんでね。これで第一補助、第二補助それぞれで4サンプル分の袋を作りました。はい、これをね必ず先に作っておくというのが土壌診断のポイントです。じゃないとどこのサンプルだったか分かんなくなっちゃいますんでね。これを絶対に忘れないようにしないといけません。で今回はもう畑がですね劇的に乾いておりますんで、もう多分ふるいで即回収できるぐらいの感じだと思うんですね。よいしょ、ちょっと表面をのけてこうくさっとたらこれをのせる、なんとなく2杯分ぐらいでね、これ歩ってるうちに落ちるんじゃないかっていう心配をちょっとしてたんですけど、まあ確かにね多少落ちるんですが、でも結構残るんで大丈夫っぽいです。ちょっと前回より格段に楽だぞこれ。はい、でこの上にこんな感じでね行くわけですよ。で今のがノースイーストだったんでこいつに入れます。うん、うまいもんだこれ。でもちょっと面白いもんで分かりますかね、あの土がさこうなんかダマダマになってる部分とサラサラしてる部分とあるんですよね。これが噂に聞くあれですかね、団粒構造ってやつですかね。なんかこの辺のやつとかは大きいですよねこれ。でもこの辺はサラサラしてるのがいっぱいありますよね。うわっ、なんかいた、なんだ、なんかうぬうぬ動いてますよ。誰ですかあなた、何ですか、なんかいますね。なんでしょうこの人、なんだろう、ミミズとかなのかな。ミミズかな、ミミズの赤ん坊じゃないこれ。最終的にはここに行き着きましたね。ここに、うん、こんなんで割と十分っす。